えー、人類の文明を覆っていた非常に長い大きな問題ですね。それは、えー、強い者が弱い者をこう殺したり植民地にしたり鞭を打ったりするつまり強者が善であると、まあ、いうことが最終段階に差し掛かり崩壊の寸前にいるというように感じられます。えー、終戦の日の日 に際してですね、えー、私がこのシリーズで、えーまあ、5本ぐらいお話したわけですけれども日本はあ白人が善肌の色がついてるのが悪という悪と言ってもいいし劣、うん、劣等生の劣ですね劣と言ってもいいけどそういった思想を覆すべくこの前の戦争を行って成功しましたが、えー、日本ができなかったことがあります。 それは独立はできたが平和まででかかなっったってことですね平和には2つの思想があるわけですね。16世紀にできた17世紀かなウェストファリア思想えこれはどういう思想かというと戦争をしないために2つの条件を出したわけですね。1つは軍事力が均衡していることそれからもう1つは他国に干渉しないこと内政干渉しないことこの2つですね。 えー、これができれば一番いいんですが現在の日本はまだこれもできてませんね、えー、軍事力がありませんから周辺の、えー、中国とかロシアとか、まあ、北朝鮮とですら均衡を保ってないという状態ですね内政干渉私はあの中国とか北朝鮮韓国の悪口をほとんど言わないんですけどもそれはなぜかって言ったら内政干渉はしないというこのウェストファリア条約ぐらいは守っております もっと進んだ考え方は1943年東條英樹さんが、えー、主催した大東和会議初めての有色人種の会議ですがここで東條英樹さんが出したのは強い者が弱い国を占領すること資源がある国が資源がない国を痛めつけることこういったことを全てやめることが世界の平和に結びつくと、まあ、こういうふうに言って、まあ、頑張ったわけですね。まあ 日本の多くの人は日本が軍国主義で日本が戦争した矢に思ってますけども日本は決して戦争を好んだわけではないやむを得ない戦争においても1943年に大東亜会議をやり新しい平和の思想を打ち出しているわけですね私はまあ1920年でしたか19年か20年のパリ条約ですね第一次世界大戦の後のパリ条約でもですね日本は国際社会の中で唯一 まああの人種平等というのを訴え強いものが弱いものをやっつけるという思想に対して国際的に頑張って発言しました今のように左向いたり右向いたりするよりか我々のおじいさんの代の方がずっとずっと優れてるわけですね今まで日本がやってきたことに対して現在の日本人が大きな誤解しているのはある意味で当たり前なんですねおじいさんの方がずっと偉かったんですよ おじいさんは戦争もしたくなかったしだけど降ってくる火の粉をただ払ってい,払っていた周りは全部白人だそれにもかかわらず白人が世界を支配するって間違ってると一生懸命言った植民地も白人の植民地は全部奴隷的植民地でしたけれども満州国も朝鮮も台湾もそうでしたが日本のいわゆる占領地というのは 全て共栄型、ともに栄える型であった。だから、我々のおじいさんたちのやったことっていうのは、本当に歴史的に輝かしいことであったわけですね。そして、そのもとで、ガダルカナルで玉砕し、特攻隊が出てったわけですね。もちろん、ガダルカナルで、えー、亡くなった命を落とした人、特攻で命を落とした人にとってみればですね、非道なことでありました。 やっぱり東条英樹さんを恨んだかもしれませんがそれは非常に大きい歴史の中で行われていたことですねもちろん軍部中枢部でも反省はありシンガポロール作戦で輝かしい軍港を残したとあの山下法文さんがですねこのブログでも取り上げましたけどもその遺書で日本の悪いところは軍人が無批判に「はい」っつって従うこと婦人が あ無批判に「はい」と言って従うことこういうことがあったら日本は発展しないだろうというのをあの山下法文大将がですね、えー、残した遺書の中の中心部分を成しているということはいかに日本の陸軍が立派な考えを持っって戦ったかとしかしそれはやっぱり白人全員を相手にして戦ったわけですから敗れるのは仕方ないけどもまあ立派だったと私は思うんですね。 白人が善であるというのは日本が崩しました。フランス革命で小さな平等というのは成立しましたが、日本が大東亜戦争であった大きな平等ですね。これは歴史的にはムハンマド、イスラム教の創始者のムハンマドが神の前で平等であるというのを宣言し、フランス革命でフランス人が白人男性は平等である。 というのを確立し、そして大東亜戦争で日本人が肌の色とは関係なく平等であるというのを確立したと。この三つが歴史的には非常に大きいんですね。しかし1943年の大東亜会議の思想はまだ実現しておりませんで、強者が善、弱者が悪、資源国が善、資源がない人が悪、つまり金持ちが善、貧乏人が悪と。 要するに強いものが善弱いものが悪それから金持ちが善貧乏が悪というそういう国際社会ですねそれがダメだと言ったのは東條英樹さんなんですが例えば女性なんか全部東條英樹さんを崇拝すると思うんですよねだって女性は力が弱い力が弱ければいつ犯してもいいじゃないかっていうのが現在の社会でそれを否定したのが日本ですからね その日本軍部を批判してる人が多いっていうのはどういうことか。イラクの時もそうですね。ブッシュが善、フセインが悪っていう報道を日本の報道機関はどんどんやったんですよ。全然そんなことありません。フセインは嘘をついてイラクを攻めて大量の犠牲者を出し、フセイン大統領を公式にして。自分はアメリカ大統領として嘘も平気でいると。まさに強者が善。 弱者が悪というそういう思想で日本のマスコミも政界も文化人も我々と普通の人も全部がそれで固まってまだいるんですねただ私はわずかな巧妙を見出すわけですが、まあ、それがこういっちゃ変なんですけど北朝鮮なんですよまあ、北朝鮮のやり方は確かにまあいろいろそのこう眉を潜めるところもあるんですがですよ 皆さんが今北朝鮮を非難しているのは白人が善肌の色がついてるのが悪強者が善弱者が悪と資源が善、えー、っと金持ちが善貧乏は悪と考えてるから北朝鮮が悪いように見えるんですね。このブログでも何回かお話ししましたし地上波でもお話ししましたけど 私が今から5年ぐらい前でしょうか、北朝鮮の原爆実験に対してコメントを求められて、北朝鮮の原爆実験3回、アメリカの原爆実験、原水爆実験五千千五1054回、どっちが悪いんですかと、こういうふうにその時にコメントしたわけですね。それはまさにアメリカが正しくて、アメリカがイラクを占領し、不戦意を殺すのが正しいというのは、強者が善、弱者が悪という、 まだ私たちはそこにいて1943年の大東亜会議までいないんですね。チベットもそうですね。チベットはかなり軍事威力の強い国だったんですけども。えー、ある時に憲法9条みたいなものを作って軍事を放棄しました。精神的な世界に入ったんですね。それが後に大きな災いになり1950年に 中国共産党に占領され大量の人が殺され現在でも圧政の下で侵入しております中国共産党は強者強いんですねチベットは弱いんですそれは精神的には非常に強いんですよだけども武力がないんですああ女性が力で侵されたようなもんなんですよしかしそれを応援していないっていうのがまだこの世の中はあれですけども イラクの問題北朝鮮の問題チベットの問題の3つがありですねこれでもって我々はアメリカ中国ロシアがいかにひどいことをやってるかということをですね常に言うことができる考えることができるということがこれからの突破口になってくるんではないかと非常に強く期待するわけであります。